田辺スポーツお役立ち情報コーナー。はい、皆さんこんにちは。本日はオフシーズンの時のスキー板の保存方法についてご案内させていただきます。スキー板なんですけども、シーズン終わった後にですね、まずやっていただきたいことはスキーのチューンアップです。シーズン終わる時に保存するんですけども、その前に一旦ですね、チューンアップ業者さんにお願いしてメンテナンスしてください。でそうすることによって滑走面の保護につながりますので、ぜひやってほしいと思います。で、まあ、今シーズン、全然滑ってないからチューンアップいらないんじゃないのって言われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱりどうしてもスキー板っていうのは雪との摩擦によって摩耗していきます。で温度変化によってもこの滑走面フラットはどうしても出ていませんので、シーズン終わりに一旦チューンアップに出すことによって滑走面の研磨、あとは、エッジの研磨していただいて、しっかりとメンテナンスすることが重要になってきます。で保存方法なんですけども、チューンアップから終わった板はそのまま、温度変化の少ない、あとは湿度の、変化が少ない室内で、保管してもらったら大丈夫です。でチューンアップ済んだ板っていうのは、ワックスですね、保護ワックスが塗ったままの状態になってますので、必ずそちらの方は、来シーズンですね、滑る前に、剥がしてください。で剥がすときにこういったスクレーパーが必要になってくるんですけども、まあ、スクレーパー、厚みがいろいろあります。 3mm、4mm、5mm と厚みがいろいろあるんですけども、このまあ厚みの違いについては別の動画でご紹介させていただきます、させていただいてますので、そちらもご覧ください。はい、以上スキー板の保存方法のご案内でした。年中スキー用品専門店田辺スポーツでぜひご来店ください。